こんにちは、くたろうです。こちらは県道77号線、いや正確に言うと国道18号線上田榊バイパスを上田方面に向かって走行しているところです。場所はちょうど榊から上田に入ろうかというところです。こちらからですと分かりづらいんですけど、国道18号線本線の方ですね、本線の方から走ってくるとひときわこう目立った崖の山があるんですよね。それからこの道路の反対側から来る時もよく見えます。その映像がこちらになります。上田から長野方面に向けて走行している映像です。このように山が断崖絶壁となっているんですよ。もう通ったことある方はね、皆が気づく、そのくらいインパクトのある山ですよね。で今はね、木々が生い茂っているので見にくいんですけど、東屋が見えるんですよね。ひょっとしたらこの上に行けるんじゃないかってことでね、ちょっと気になったので行ってきました。再び一番最初の映像に戻ってきました。この山を越えたところにある山です。こちら目の前の山が本日の目的地です。なんか電波塔らしき塔も立っておりますよね。ちなみにこの山を半賀岩花と呼ぶそうです。トンネルの手前を左折すると行けます。上田方面から来る方は向かいの道路から来ます。長野方面に帰る時もその道を使います。これはですね、まっすぐ向かいます。崖の上に行くにはこのように案内が立っておりますので、これを目印に行きます。というか行くまで何も知らなかったんですけど、千曲公園という場所が今回の目的地となります。この時はですね、千曲公園が本当にこっちにあるのかっていうその不安ばかりでした。あった千曲公園、マジか。下半賀ってんだ、上半賀下半賀ってんだ。もうね、道路が狭いことはもちろんなんですけど、ガタガタ道あり、この砂利道あり、ちゃんと舗装されていない道がね、多々ありました。一応ね、千曲公園という矢印があったんで向かってるんですけど、これ本当に車が通れるのかっていうようなね、道のりですよね。その割にはさ、千曲公園なんか鉄塔立ってる。あれなんかあれかな。あれか、電波塔か。
こっちに、あ、道の駅だ。いやいや、これ一体かん、これちょっとこれ止めましょう。この道を下ると道の駅に出るそうです。歩いても行き来することができるんですね。あ、ここでも、あ、ここの方がいいわ。あれダメだ、止めちゃ。車でお越しの際はここまで来れますので、ここで駐車してください。ここに止めて、こっから進入はできないね、車は。うん、これ以上進入できないように。誰好き好んでここ来るか。 YouTuber しかいないんじゃない。でも誰もいないんじゃないかな、この乗ってる人。あ、滑り台。あ、これこのさ、東屋、これは見えるんだよ外から。実はね、この他もう一個東屋があって、そっちの方が見えていたみたいですね。古いで、なんか立ってる、これ何。車の渓流、違うな、源流じゃないでしょ。ちくまの清流と読みます。虫すげえよここ。これすごいよ。うわあ、わかるかもね。東屋、あれか、あれか。ああ、虫すげえ。こっちからも来れんだ。わあ、これネズミのあれだね、伝説の話だね。これだ、東屋。ここに行ってみようかなとお考えの方いらっしゃいましたら、絶対に金網のフェンスを越えないようにお願いいたします。あ、道の駅あれだ、こっから見えるわ。てか虫すげえ、虫がやべえ。眺めは虫がすごい。以上。続きまして、崖の下にある公園。道の駅の裏の公園でもあるんですけど、そちらの方にも行ってきました。今は上田佐久木バイパスが半が岩花のトンネルを通って抜けていくんですけど、以前は県道77号線なんですけど、山の脇を通す道があったんですよね。岩壁がむき出しになっているので、すぐね土砂崩れが起きて通行止めになっていたんですよね。ああ、あ、そう、これ旧道、この横の行きと帰り両方で撮影してきたので、両方ご覧になっていただきたいと思います。
さっきまでね、あの岩山の上にいたなんて信じられませんよね。画面右側、対岸を塩尻岩花と呼んでいて、昔は半賀岩花と陸続きだったそうです。そして上田市、この地点もそうだと思うんですけど、湖だったみたいです。湖の西側にネズミがはびこっていて、田畑を荒らしていたんで、ネズミの天敵である猫を集めてネズミを追い出したそうです。行き場の失ったネズミたちは、ここ穴があると思うんですけど、これをね食いちぎって逃げようとしたんですけど、それと同時に湖が決壊して千曲川ができ、そしてこの岸と岸が離れているという説があるそうです。ちなみに榊町にネズミという地名があるんですけど、そのネズミから来てるとも言われております。今さ、ここトンネルになってるけどさ、昔はここ走ってたんだよ。そう、これいつもね、で土砂崩れがあってしょっちゅう通行止めになってたところ。謎の半賀岩花の山の上はどんな感じだったのかというね、動画を紹介しました。いかがだったでしょうか。どうでもいい話なんですけど、この半賀岩花ってすごく言いづらくて何回も撮り直ししたんですけど、皆さんは言えますでしょうか。山の上なんですけどね、まさかね公園があるなんてね、思いもよりませんでした。ちょっとね愚痴ってたんですけど、景色はねいいんですけど、すごいこの日ね虫が多くてね、顔にめちゃくちゃ寄ってきたんですよね、虫が。もうね景色を見るどころではなかったんですよね。あとね、道が狭いので車と車の行き来がまずできません。私としてはね、この道の駅の裏にある半賀公園ですか、こちらの方がおすすめできます。それでもいいと思う方のみ行ってみてください。私としてはあまりおすすめはできません。道の駅にはなぜか東日本で売っていないカールが売っておりました。こちらは馬鹿バーガーと読みます。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。